はい、おはようございます。今、ちょっとご飯作ってます。じゃん。これ、鶏五目。二つ。俺、味濃いのが好きなんで、この二つでお米4合分、今、炊いてるところです。いや、一人暮らしの味方。ね、超手軽に作れて、超美味しいから。で、なんでこんな動画撮ってるのかっていうと、ちょっとね、実験っていうか、試しに雑談動画を作ってみようか、投稿してみようかなと思って、ちょっと変なアングルですけど、雑談動画をやってみます。で、今ちょっと、ちょうど話したいなと思ってた内容っていうか、全然、歌とか音楽全然関係ないんですけど、俺最近スマホとかタブレットを俺持ってて、もうね、24時間ずっとね、寝てる時以外、なんかずっと持ち歩いてて、ずっとなんか、画面見てたいんですよ。なんかそのインターネットにずっとつないでいたいっていうか、なんかもうあわよくばね、仕事中って言ったらちょっとあれですけど、なんかもうその常にインターネットにつないで、その画面とか見れる状態の生活スタイルじゃなきゃ、もうなんか俺いよいよ嫌かもっていうか、ダメかもっていう、そんな人間になりつつあって、で、これもしかしたら俺だけじゃないのかなと思って。なんかゆくゆくは、今その IoT とか言われてるじゃないですか。すべてのものが、インターネットに常につながってる状態っていう。で、それって、その人間、俺たち人間も例外じゃないなと思って、なんかこれから、10年後とか20年後だと思うんですけど、なんか常にインターネットにつないでいる状態、なんかそういう世界につながってる状態じゃないと、もうなんかストレスでやっていけない、もう生活していけないレベルで、なっていく。それが今後のスタンダードっていうか、その人間の生活スタイルの基本になっていくのかなって思ってて、俺今その前兆を感じてるんですよね。なんか、ちょっとでもそのスマホとかいじれない状態が続くと、ツイッター開きてとかさ、YouTube でなんか動画見てとか、なんかちょっとでも情報を摂取したいし、新しいこと学びたいしっていう、もうその欲求がもう24時間ずっと取れなくて、でもそれは中毒っていうか依存症なのかもしれないけど、俺は別に悪いことだと思ってなくて、なんかもうこれからのスタンダードになると思うんですよ。5G を超えて 6G の時代なんか特にその傾向が強くなると思ってて。で、俺は今のうちからもうそういう常にインターネットにつなげるような、そういう生活スタイル、そういう人生じゃなきゃもう俺無理、拒否する。もう逃げるっていう状態を、スタンスをこれからもう作っていこうと思ってて。アダプトですね。適用していこうと思って。なんか、来たるね。その 24時間インターネット時代にもう早いうちから適用しとこうと思って。そういう、心境でいます。っていう話でした。なんかね、皆さんも、なんかそういう感覚の人、なんか他にもいたら嬉しいな。例えば、学生だったら授業中とかね。最近はタブレットの授業とかあると思うけど、なんか常に、ツイッターとか YouTube とかそういう、娯楽っていうのかな。そういう情報を、いろんな情報、ためになる情報を得られるようなツールを、もう常に繋いでいる状態で、それを閲覧できる状態じゃないと、すごいなんか、不満というか、不快というか、ちょっとストレスっていうか、欲求不満。そういう状態の人って俺だけじゃないと思うんですよ。ちょっとね、同じ話何度もして、申し訳ないんですけど、本当、ちょっとね、共感してほしい、これは。っていう話でした。で、その話は終わりで。で、もう一つちょっと俺、これはちょっと俺の、動画活動にも影響してくるなっていう話なんですけど、ちょっと今、ニュースでよ、あの、とある有名人が、過去のセクハラ問題で、今、すごい炎上しちゃってるじゃないですか。なんかそういう、大御所っていうかね、もう何十年も活動してる芸能人とか、大の大人とかですよ。そういう人たちが、続々と、過去の悪行って言ったらあれですけど、その自分がなんかやらかしてしまったことが、もう記録されていて、それがもう掘り起こされて、で、それが掘り起こされて、もう明るみに出てしまうと、もうなんか、ちょっと引退直前にまで追い込まれちゃうみたいな、そういうレベルで、世代交代が今始まってるんじゃないかなと思ってて、昔の世代交代ってなんかもう年齢とか体力的にもう無理だから引退しますみたいな人が多かったと思うんですけど、多分令和の時代、これからの時代って、そういう、なんでしょうね、クリーン、要はその人間的にクリーンじゃないともうダメみたいな、許されないっていう、そういう、
そういう人たちはもうどんどん引退に追い込まれる、世代交代に巻き込まれちゃうのかなって、そういう時代がこれから来るのかなと思って、あの岡田斗司夫さんとかもそのこれからは人間的にクリーンな人しか生き残れないみたいなそういうことを言ってたんで、あ、これ本当かもと思って、だから俺もちょっとね、まあ今毎日たくさんいろんな動画、ふざけた動画とか下ネタとか俺たくさん投稿してるんですけど、まあゆくゆくはね、それが掘り起こされて俺もちょっと危うくなるのかなってちょっと危惧してますね。だからこれからまあそのクリーン、まあ許されるうちはまあ本当バズりやすいし、許されるうちはずっとふざけていたいと思うんですけど、まあその人間的にクリーンな人しかこれから生き残っていけないのであれば、まあ俺もちょっとね、まあ5年先10年先かもしれないですけど、ちょっとこれからの立ち振る舞いとか、あのそのインターネットに、まあ、デジタルタトゥーとして残るっていうのを前提で、まあそういう綺麗なっていうかね、あんまりその行き過ぎた言動はもうしないようにしようかなって、まあよくこれから将来の話ですけどって思いました。本当にだって5年前とか10年前の悪5年前とか10年前の自分の行い、下手したら自分が覚えてないようなことでも、あの急に掘り起こされて告発されて、で、ああそういえばあの時ああいうことしてたかもみたいなね、それでちょっと立場が危うくなって、で突然ある日突然その収入源が断たれる、活動自粛を余儀なくされて、その収入が断たれちゃう、生活が危ぶまれるっていう状況になる人がこれからもっと増えるのかなってね、ちょっとまあ恐ろしいけど、でもまあ仕方ないかなって、どんどんね、あの情報が記録されやすくなるし、監視社会にどんどんなっていくし、あのまあゆくゆくあのアニメのねサイコパスみたいな世界に本当になっていくのかなって、ちょっと、まあ、俺は別に悪いとは思わないですけどね、ああいう世界、俺結構 SF チックな世界観好きだし、あのなんだろうね、どんどんそのハイテクになっていく、世の中がハイテクノロジーになっていくってことは俺はいいことだと思うんで、全然俺はそのどんどん乗っかっていきたいんですけど、でもその乗っかっていく上で自分も生き残っていく、そのまあ豊かな思いをしつつ生き残っていくにはどうしたらいいかなって最近考えてて、ちょっとこういう話をしたいなと思いました。なんかいつもと違ってこういう堅苦しい内容でなんか申し訳ないですけど、ちょっとね興味ある人がいたら、あのまたこういう雑談動画作りたいなと思ってて、なんか別のちょっとそのなんか僕がそのこうやって恥ずかしい恥を捨ててこう吹っ切れて活動できるようになった経緯っていうのかな、なんかそういう話も今後したいなと思ってて、そういうちょっとあの哲学じゃないけど、あのマインド、そういうマインドの作り方というかね、吹っ切れ方みたいなのもね、今後なんか発信していけたらなと。なんか俺結構こういうその雑談というか、ためになる系の雑談動画って好きなんですよ。結構最近たくさん見てて、そういうなんか話が上手い人とか経験豊富な人とか、そういう人たちもいっぱい見るんですけど、自分もなんかね、結構まあ俺今年32になるんですけど、まあある程度人生経験あるし、まあなんか俺もね、そういうためになるようなことを話せるかもしれないなと思って、ちょっとね最近いろいろ喋ってみたい欲が出てきてるんで、まあたまにはね、その音楽とか歌から離れてこういうちょっとしんみり雑談もしてみたいなって思いました。はい、そんな感じです。はい、以上かな。またこういう感じでなんか喋ってみたいと思うんで、興味ある人はぜひそのなんかリアクションお願いいたします。なんかコメントとかくれたら嬉しいな。はい、そんな感じです。じゃあ引き続き俺のおふざけの音楽楽しんでね。バイバーイ。またね。